証言拒否を絶対許すな。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 嘘をつくな。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 真実語れ。真実語れ。真実語れ。真実。国会議員の井上聡共産党参議院議員からご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんご苦労様です。日本共産党の参議院の国会対策委員長の井上聡です。今日の証人喚問、与党の質問も佐川さんの証言も本当にひどかった。刑事訴追の可能性があるので答弁を差し控えさせていただきます。耳にタコができました。ある人が数えたら午前午後で49回ったそうですよ。冗談じゃありません。証人喚問がで証言拒否ができるのはこの訴追の可能性の場合だけなんです。しかし彼はそれと無関係のことまでこの言葉を使って徹底して証言拒否をしました。そして特に与党の質問に答えて総理夫妻からも官邸からも麻生大臣からも支持も関与も圧力もなかった、これだけははっきりと述べました。皆さん、大体公文書の改ざんというのは主権者国民を欺き国政調査権を持つ国会を欺いてきた国家犯罪ですよ。許せないという皆さんの怒りの声が、6野党の結束が、国会では圧倒的多数の与党も、あの内閣支持率の下落を見て、これは関門を避けられないと、ついに受け入れざるを得なかった。皆さん、真相解明のための場のこの証人関門を、真相を隠蔽する場に変えた、国民と国会を、愚弄するものと言わざるを得ないじゃありませんか。今日例えば午前中小池晃日本共産党書記局長質問しました。佐川さんの2月3月の質問は答弁は改ざん前の文書に基づいたものですねとこう聞いたんです。これも彼は答弁拒否しました。おかしいじゃないですか。あのいわゆる経過の文書、これを削ったのは4月4日ですと大谷財局長は答弁してるんです。ですから2月3月の答弁書は改ざん前の文書に基づいて作られてますとはっきり答弁してるんですね。それを確認をしても答えたら訴追の恐れがある、こう言って逃げました。おかしいんじゃありませんか。それだけじゃありません。文書の中に安倍昭恵さんという名前を見てどう思いましたかとこう聞きました。これもそれを答弁したら訴追の恐れがあると言って答弁拒否したんですね。おかしいじゃありませんか。改ざんに関与したかとかそんなこと聞いてないんですよ。答弁は何に基づいて行ったんですか。文書を見てどう思ったんですか。当たり前のことを聞いても答えようとしない。そして与党も与党選出の委員長もこのことを証言拒否としてするんじゃなくて結局かわいだといたしました。皆さん、まさに与党ぐるみ佐川氏と一体になって真相を追い隠している。皆さん、このことは逆にこれだけで終わらせるわけにいかない。関係者の証人喚問、安倍昭恵さん、迫田元理財局長、安倍さん、昭恵さん付きの谷さんをはじめとして関係者の証人喚問なしには真実を明らかにできないことを逆に明らかにしたんではないでしょうか。予算は30年ニュースもありまして明日参議院での採決が行われますけども、これは予算そのものにの成立とは関係ないんです。
国会そのものが愚弄されてきた問題ですから、私たちは引き続きこの予算委員会の場で証人喚問、徹底した審議と真相解明を向けて追及をしてまいります。皆さん、先週の世論調査は、あの安保法制が強行された直後よりも内閣支持率下がったんですよ。この関門を見て、もっと怒りの声を上げようじゃありませんか。もっともっと内閣支持率を下げることによって、さらなる関門に大手ざるを得ないような状況をご一緒に作って、安倍内閣の退陣、皆さんとご一緒にまともな政治を作るために、私たち力を合わせて頑張り抜きます。頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。隠蔽やめろ、改ざんやめろ、忖度やめろ、隠蔽やめろ、改ざんやめろ、忖度やめろ、今すぐやめろ、政治を